ドイツテレビジョン放送とは、ドイツ民主共和国国営のテレビ放送局である。かつての D 会会放送局1968年のライプツヒミホン市に展示された東ドイツ製テレビ1952年12月21日、ヨシフ・スターリンの誕生日に一般放送が開始され、当時は占領国、ソビエト連邦の強い意向の働いた放送を行っていた。 1956年にドイツテレビジョン放送として放送を開始した。当初は西ドイツを含めたドイツ全土に向けて放送を行う意図があったためこの名称を使用していたが、1972年にドイツ民主共和国テレビ放送と改名した。同局は2つのチャンネルを使って放送を行っていた。代表的な番組はオクトゥーラカメラという報道番組であったが、 社会主義国の国営放送らしく、社会主義の明るく成功した部分だけを放送する、プロパガンダ的要素の強いものであった。また、西ドイツのスキャン、東ドイツの多くの地域では、西ドイツの ARD や ZDF 等のテレビ電波がスピルオーバーしていたため、大半の東ドイツ国民は、経済や社会の実態とかけ離れ、政治宣伝色の強い東ドイツの報道番組を、 信用せず、当局の監視から隠れて、西側の放送を見ていた。東欧民主化のうねりの中で1989年10月に、強権的なエイリヒフホーネッカー SED 初期長が、失脚すると、10月30日には、これまでの報道の仕方は、誤りだったと謝罪し、報道方針を改めた。東西ドイツ統一後も、名称が、ドイツテレビジョン放送に戻された上で、 しばらく存続したが、1990年12月15日より、D 会会一は ARD のダスエスタに置き換えられ、翌1991年12月31日に正式に解散した。その後は各地に設立された公共放送へと再編、移管された。西ベルリンで放送を行っていた自由ベルリン放送がベルリン自然域を担当するようになったほか、 ブランデンブルク州には、ブランデンブルク、東部ドイツ放送が、ザクセン州、ザクセンアンハルト州、チューリンゲン州には、中部ドイツ放送が設立された。メクレンブルクイコールフォアポンメルン州は北、ドイツ放送のエリアとなった。その後、2003年には、SFB と ORB が合併し、ベルリン・ブランデンブルク放送が誕生している。新位大地、ニセドイツ。 一東ドイツ製工業品、P96 サイマル出版会編協力、パノラマ DDR とライゼビューロー、行ってみたい、東ドイツ P268、中井武氏、もう一つのドイツ P80 から81新位対地、偽ドイツ、一東ドイツ製工業品、P98 新位対地、偽ドイツ、一東ドイツ製工業品、P96 から97及び中井武氏。 もう一つのドイツ P82 から83、長井清彦。南塚信吾、NHK 取材班、社会主義の20世紀第1巻、P101。ありがとうございます。